Hey guys! モンスターション TV! 今回はロジャー海賊団懸賞金まとめやっていきたいなと思います。ロジャー海賊団といえば、猛者が集まっているわけでございますけども、その中で判明しているキャラクター、そしてまだ判明してないよっていうキャラクターも含めてね、予想っていうところも入れながらお話をしていきたいなと思います。まあ、やっぱね、気になるところとしては、レイリーさんだったりとか、そしておでんさんですね。まあ、おでんさんの場合は、白毛海賊団と、考えるべきなのか、ロジャー海賊団と考えるべきなのか、まあ在籍期間関係ないもんね、どっちにも在籍していたということで、まあ今回はこっちのロジャー海賊団としてお話をしていきたいなと思います。まあまず一人目ということで、ゴールディロジャー、ここからいきましょう。ゴールディロジャー、懸賞金55億6480万ベリーということで、こちら海賤史上最も高い懸賞金になるわけでございます。はい、もうこれすごいよね。で、海賤史上っていう風に言ってるわけなんで、まあそうなってくるとドラゴンさんワンチャン超えてる可能性あるよね。はい、そこら辺もちょっと気になったりとか、本当にだからワンピースの世界全部ひっくるめてこれが一番懸賞金高いのかどうなのかっていうのはまだ現段階ではわからないですけどもね。ただ55億っていうのは相当なものであるのがわかるわけでございます。やっぱこれはね、海賊王にふさわしい金額であるというふうに思っていて、まあ例えばロックス海賊団、これの崩壊って本当にすごい話で、まあもちろんね、ガープさんと一緒に協力をしたっていうのもあるんですけども、わかりやすく言えば四皇が大量にいる海賊団ですからね。まあそう考えると、もう本当にどれだけやばいのかっていうね、それを倒したっていうのがどれだけやばいのかっていうのがわかるわけでございます。で、一番ね、恐ろしいのがマムとかカイドウで、あのヤバさで、それが大量にいます。そしてそれをまとめてる船長がいるわけだからね、ロックス。はい、これを倒してるわけだし、もうこの世にいないっていう風に言われてるからね、イコールぬっ殺してるわけなんで、すごいよね。そんな化け物たちをね、まとめる、まあ、頭を倒してるわけなんで、まあ、この懸賞金はね、全然もう妥当なのかなと思います。ロックス懸賞金気になるよね。すげえ。気になるのと、この世にはいないっていうのはね、まだ引っかかるところであったりとかね、あの世にいれば、じゃあ、やっぱ予備の国関連でなんか来んのかなみたいなね、そこら辺も気になったりするわけでございます。まあ、予備の国ソウルキングっていうことで、まあ、ずっと武力考えてるけども、それと、どっこいでやっぱ気になるのがケルベロス。ケルベロスもやっぱその黄泉の番人っていうのがあったりするわけだから、そっち関連でも黄泉の国行けたりするとやばいよねっていう、まあそこら辺もちょっと考えたり気になるところでもあります。はい、そこら辺は一旦置いて、続いてシャンクスでございます。シャンクス懸賞金40億4890万ベリーということで、めちゃくちゃ高い。はい、シャンクス言うまでもなく、そしてシャンクスの懸賞金がわかるっていうこの当たり前がまた嬉しいよね。ロジャーさんにしてもそうなんだけど、いくらなんだろうなって、まあ、あのワクワクもいいんだけど、分かるとそれはそれでまたいいし、いいんだよね。この40億っていうのがすごいね、ぽいなっていうふうに思いますんで、55億っていうのもね、またぽかったりとかね、なんか本当に小田先生、なんかいいところついてくれるっていうか、なんかここが欲しいみたいな、もう本当にね、妥当だなと。で、やっぱね、シャンクスってめちゃくちゃ強いし、やべえ海賊なんですよ。いろんな伝説を残してるんですけども、ただやっぱね、40億でまだ止まっているっていうところでは、他のマムとかと比べてね、まだ止まっているっていうところでは、まあその歴のところもあったりとか、まあロックスにいたりとかっていうのもあるのと、やっぱ凶暴性ね、凶暴性っていうのがやっぱあるんで、まあ40億だけよ、めっちゃ高いけど、ここでまだ収まってるというか、下手打てばもっといくからさ、それってやっぱキッドとルフィ君の違いみたいに、民間人に対する破壊脅威っていうところではね、まあそこら辺がね、意図的な破壊を行ってないということで、この40億っていうのは実力だったりとか、まあ政府がもしもね、これが敵に回った場合の危険度っていう風に考えているのかなっていう風に思います。で、やっぱ気になるのがね、ロジャーさんがカムサリ撃った時に、あれでやっぱ全然本気じゃなかったわけですよ。覇王色をまとったのが、白ひげのおやすさんとの打ち合いだったんで、まあそこら辺をまとった本気のカムサリみたいなね、やっぱロジャーさんたちを見て育ってるわけなんで、そうなると、まあ、よくゲームで描かれているでかい範囲の破棄法みたいなね、あれはやっぱなんかカムサリの進化版なのかなっていう風に思ったりとかするわけでございます。まあそこら辺ね、
本編で早く見たいなと、なんか島を両断するほどのね、斬撃みたいな、そんなものをぶちかましてくれるんじゃないかななんて思います。4校クラスといえば島破壊だと思うんでね。はい、そんなところで続いてバギーさん。バギー元懸賞金1500万ベリーでございます。支部会につき元ということでね、まあただこれから懸賞金がついてくるというね、元1500万ベリーが元支部会になっちゃったんでここからね、いくらついていくのかということで、まあ金額予想になるんですけども、まあ元支部会っていうところでね、さらには元ロジャー海賊団というところで、でさらにはシャンクスの兄弟分というところで、まあここら辺でも相当ね金額が上がってくるのかなと。あのシャンクスの兄弟分っていうだけで勝手にシャンクス同等の力を想像されるわけだし、元ロジャー海賊団だし、元支部会だし、なんならば今彼の元にいる奴らバギーズデリバリー巨人族もいたりとかで、実績のあるインペルダウンの脱獄衆っていうのがいるわけでございます。そうなってくると本当に普通に行くのであれば40億クラスです。はい、シャンクスと兄弟分だよ。そうなってくると、まあそれってじゃあイメージするのって、シャンクスのライバル、ミホークとかさ、世界一の剣豪よ。っていう風に出てくるから、じゃあバギーさんもやっぱそれ、ね、意識されるんで、っていうところでこれぐらいは行くのはあり得るのかなと。まあ低く見て本当に20億超えなんじゃない？黒ひげも最初0から22億で風になってるわけなんで、まあそうなってくると、バギーさんも同様にね、20億台からの、もしくは、一気に40億。で、これね、ありえないと思うかもしれないけども、これから多分4校になる可能性高いんで、本でね、表紙で描かれている流れで、黒ひげシャンクス、ルフィ君、そしてバギー君、そしてバギー君ということでね、まあ十分にこれ40億に乗る可能性はあると思います。そして続いて、レイリーさん。レイリーさんはね、挑むものすべてを冥府奥にするということでね、負け知らずでございます。もう化け物だよね。で、やっぱ右腕ですよ。ロジャー海賊団の右腕ということで、まあ、結構な懸賞金ついていくんじゃない？もう4校クラスじゃないのかなっていうふうに思うわけでございます。まあワンピースの傾向としては、船長バカ高くて2番手3番手はそんなにっていうね、10億台とかっていう風になってるんで、まあそれも一つなんだけど、でもそうなってくるとさ、キングクイーンレベルだと意味わかんないんですよ。だってそれってイコールレイリーさんがルフィ君以下になっちゃうじゃん。それちょっと意味わかんないから、多分そこら辺はもうさすがにそういう4校レベルではないというか、まあ言うのであれば、その4校が集まったロックス海賊団を潰してるメンバーなんで、それの2番手なんで、そうなると、まあ40億クラスはね、全然あり得るのかなと。レイリーさん48億とかね、それぐらいあってもおかしくないのかななんていうふうに思います。はい、やっぱね、彼を潰すとなると、いろんな伝説を相手にしないといけないという話なんで、40億台は硬いのかなと。まあ危険度っていうところを含めると、まあ40億超えの、まあ45億未満とかってのも全然あり得るんだけどね。ただレイリーさんよりシャンクスの方が高いっていうのも、ちょっとまたまあ合ってるけど違和感はあるよね。っていうのも、だって4校って結局はロックスの派生じゃん。それを潰してる一味だよ。それの2番手だよ。ってなると、そういう話なんですよ。4校すげえじゃないんですよ。ロックスがすげえんですよ。それから派生しただけでしょって話。はい。レイリーさんは結構可能性があると思います。そしてギャバン。ギャバンも結構可能性あるね。これもちょっとね、難しいんですけども、まだ全然何もわからないんで。ただ、今回のゾロ先輩、サンジュ君のね、持ち上げ方を考えると、まあ、やっぱそこら辺の懸賞金はね、2人は爆上がりするであろう。そうなると、レイリーさん同様にギャバンも高いであろう。サンジュ君1だと勝手に思ってるんでね。そうなるとね、まあ、彼の懸賞金は45億。ね、これぐらいはありえるのかなと思います。で、ありえないと思うかもしれないけども、ロジャー海賊団がばらけて海賊団をね、それぞれ組んだ場合、それ4校なんですよ。言うならば。だって、ロックス海賊団がそうなってるわけじゃん。で、みんなばらけた結果、40億台じゃん。だから、リンリンだったりとか、そしてカイドウね。まあ、そういうことなんで、そうなれば、レイリーさんがカイドウ1ですよとか、じゃあ、ギャバンがマム1ですよというふうに考えても違和感ないんで、まあ、もちろん、1っていうのはあくまで、参考までにってところでね。だから、40億超えは全然ありえるのかな、なんていうふうに思います。そして、続いて、ダグラス・バレットということで、これね、難しいです。懸賞金は過去のものしか出てない。インペルダウンから脱獄した時点で存在分けされてるんで、難しいんですけども、10億超えは硬いよね。10億超えは硬いなーっていうふうに思ったりとか、まあ、とはいえ、マルコ・クイーンが13億台とかね、になってくるんで、まあ、それを超えることはないのかなっていうね。だから8億からまあ、12、3億台でね、止まるのかななんていうふうに思います。ただ、本気で懸賞金つけていくのであれば、ロジャーさんの次というか、鬼の跡目って言われてるし、
彼のやってることを考えれば相当なね、で4校クラスの力を持っているんで、一国を落とすレベルなんでね、まあ、あの別で動画出してるんですけども、まあ本当にね、あの40億は当たり前に超えてくるのかなと思います。そして続いておでんさん、おでんさんに関しても難しいです。おでんさんに関してもマルコクイーンがある意味ストッパーになってるんで、まあ13億未満って考えるのが一つなんだけども、ただ力だけで言えばカイドウさんをね倒せるレベルなんで、邪魔入らなければあれは倒せたんで、その力を考えていくと、まあ危険度とかね、ね考えていくと、まあ28億とかね、それぐらいはあんのかなと。28億1000万ベリーっていうところを考えます。でこれは逃げてなんぼのおでんに候っていうところからの、28億っていうところで2、そして8ね、28億ってきて、そしておでんっていうところで0、0からのでん、10っていうことで英語にして10っていうね、もう本当にただ単にもう当ててるだけなんですけども、それぐらい頭おかしくないのかなと。で28億めっちゃ高いじゃん、もうめっちゃ高いんだけども、ただロビンちゃん1なんですよ。言うならば世界への危険度っていうのは相当なものなんで、まあロビンちゃん1で考えればこれぐらいはなくもないのかなと思います。ただあのこれ結構あの高めに見てロビンちゃん位置も全部考えるとポーネグリフをね読めるとか、そういう風になってくると相当なね金額がついてくるのかなと思うんで、28億と。ただマルコクイーン考えるともっと低いのかなっていう風に思ったりもします。はい、皆さんいかがでしょうか。ちょっとおでんだけ高めにね設定しておりますけども、他のレイリーギャバンはそんなもんじゃないかなと思います。皆さんはいかがでしょうか。皆さんの思うこの懸賞金ねコメント欄に書いてください。それでは最後になります。グッドボタン、チャンネル登録ボタンよろしくお願いします。じゃんけんタイムいきましょう。最初はグー、インガザーラシェットでパーでした。また次回お会いしましょう。 See you next time.